日本の東の海上で低気圧が急発達しています。北日本や関東では昨日以上に風が強まり、北海道で瞬間的に30メートルを超える暴風を観測しました。今日は低気圧の発達がピークに達し、風の強いエリアも広がっています。最大瞬間風速は北海道の襟裳岬で 39.5 メートル、福島県の白川で 25.9 メートルなど風が吹き荒れていて、関東でも20メートル以上の強風となっています。東北や関東では日中いっぱい強い風が続く見込みで、瞬間的には30メートル以上の暴風となり、鉄道など交通機関が乱れる恐れがあります。また看板の落下や工事現場の足場が崩れるなど事故が起こる可能性もありますので、十分注意が必要です。